イビツアイリエフはセルビアのプロサッカー選手。ポジションはフォワード。パルチザンベオグラードの下部組織出身。1997年からパルチザンでプロのキャリアをスタートさせ3度のリーグ優勝を経験している。2004年7月、イタリアセリエ A の FC メッシーナ移籍。2006年1月にはセリエ C1 のジェノア CFC へレンタル移籍した。 2006から07シーズンはメッシーナに復帰したもののセリエ A では1得点のみと活躍できなかった。その後ギリシャ、ドイツ、イスラエルと渡り歩き、2010年7月にフルスのパルチザンへ復帰。13得点を挙げ、スーペルリーガ得点王とベストイレブンのタイトルを獲得した。2011年6月、ポーランドのビスはクラックフへ移籍。 各年代のユーゴスラビア代表に選出されている。2003年4月、セルビア・モンテネグロ代表に選出され、ドイツとの親善試合で代表デビュー。10月のポーランドとの親善試合で代表初ゴールを決めた。セルビア代表としての出場歴はない。代表での得点、ありがとうございます。